マジックアワーでパラダイス。みなさんこんばんは。パーソナリティの大江智美です。この番組は東京仕上げにあるここワロップ放送局から生放送でお届けしております。放送は毎週木曜日魔法の時間18時半ということで、マジックアワーの素敵なひとときを智美と一緒にお過ごしください。そしてこの番組は温かさや癒しをテーマに、友がひたすら今日は2人で語っちゃうトーク番組です。友が毎週さまざまな企画に挑戦したり、皆さんからのお便りをもとに、お悩み相談をしたりと、とにかく素敵な時間をお届けいたします。もうやだ、3年になろうとしてるのに未だに台本覚えてないですねでダメなやつで、本日のゲストは奥野祐介さんです。はじめまして。 With You という、企画プロデュースを行っております奥野祐介と申します。役者をやっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ちなみに今日は8月の25日放送は第142回ですね、はい何それ。いや、言うの忘れてる言う忘れてたってこと。いろいろ忘れてる。そういうことね。いきなり何を言い出したのかと。ねえ、もうよろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、グダグダね。なんか面白くてなんか笑っちゃいました、すいません。そう、はい、別に区切りのいい数字でもないのに改めて言ったから。そう、ごめんなさい。いやね、第142回第何回目っていうのはなんとなく言いたくなっちゃうんですよ。言いたくなっちゃうのに忘れちゃった今日に限って。一回一回が私すごい嬉しいから、今日は142回目を迎えられたんだなみたいな。なるほど。まあ、ね、その積み重ねでね、何回になってきますからね。間違いない。すいません、私司会なのに超グダグダです。ごめんなさい、もう。なんちょ、のっけから謝るんとかやめよう。今日初めて見る方もおられると思うんだから、いきなりごめんなさいって言われて、なんだこれ。今日ね、友達が初めて見てくれるんだ、多分。でしょ？うん、落とすわって言ってたアプリで、ワロップ。ごめんね、いつもこんなグダグダじゃないんだけど、よろしくお願いします。はい、番組ではお便りも募集しておりますので、ここのメールアットマークワロップ .co.jp でもよろしくお願いします。リップでも大丈夫です。ではでは、一旦 CM です。さて、東京仕上げにあるワロップ放送局より、私大江智美が生放送でお届けしております。友のマジックアワーでパラダイス。はい、なんかねツイッター見たら、まさひろさんが今回引き戻しで共演するまさひろさんが、はいはいはい、稽古場で見るわわらとわらじゃないわらじゃない、緊張するわ超びっくりした。って放送始まると同時にリップ送っちゃったみたいな。めっちゃびっくりした。見てるってことですよね今。しかもまだね、稽古参加できてないからね。そう、私会ったこともない人たちに見られてるんですよ。こんな変な声聞かれてんですよ私。いつもこんな声じゃないんですけど、ちょっと今回ね、ちょっとまあ先にメール読みましょうね。友のマジカワでパラダイス音中普通おたがかり、ワロップネーム池田ルビッシュさん、スタジオの皆さんこんばんは。こんばんは。大江さん、舞台お疲れ様でした。おばあちゃん役を演じられていかがでしたか？普段のイメージがおばあちゃんっぽいおっとりふんわかな大江さんなので、ハマり役、舞台の裏話ハプニングないでよかったら教えてください。次はこんな役もやってみたいもぜひ教えてください。ありがとうございます。いや、感想といえばこの声ですね。あ、昨日まで本番だったんですよね。昨日まで本番で奥野さんも見に来てくれて、はい、行きました。本当にありがとうございました。台風で大変でしたけど。台風もありましたね本当に。そう、もう台風の日ね、席カラッカラで、いや、こんな雨でも見てくれた人がいて、もう本当に感謝してて。いやー、そうやな。だって電車もね、僕その時山梨だから、うん、都内のことは知らなかったけど、うん、なんか山手線も止まったりとか結構してたみたいだから、うん、その中でもね、来てくれるお客さんってやっぱりありがたいよね。そう、本当にありがたくて、うん、昼間とかね、本当に台風真っ盛りなね、真っ盛り、真っ盛りじゃないか、真っ只中、真っ只、そうそう、それ言い方、真っ盛る、盛らんわね、盛り上がってないよね別にね。そう、盛り上がってない台風が盛り上がってるみたいになって、ね、盛り上がってないね。そういう感じだったね、うん、本当に来ていただいたことには感謝してて、で夜もね結構電車が止まり気味だったのに、なんか見てきてくれ、見に来てくれたりとかして、本当に感謝してます。ありがとうございました。そして頑張りすぎでその喉にそう、おばあちゃんだったから、うん、声を低くしたんですよ。はいはいはい、普段使わないトーンを出していったと。そしたらなんかもう本当にこういう声になってきちゃって、あ、
したら今度もうかすれんまで行ってほしくないのにかすれちゃったから出したい声音が出ないっていう、ね、最悪俺見に行った時ちょうどいいぐらいだったの。そう、あの時がちょうどいい。あ、よかった。もう最終日出したい音が出なくてあーって思って出すと裏返っちゃうんですよ。結果ね、熱海あたりのバスへのスナックのママみたいな声になっちゃってね。ひどいですよねこの声。いや次のね舞台までに治るといいなとは思っていますけど。ちなみに舞台の裏話ありますよ。なんだ。始まる前に真っ暗だったんです、うん、始まる前に舞台裏が、はいはい、だから真っ暗な板があることに気づかなくて、うん、さあ行くぞって歩いてたらその板にゴンって思いっきりおでこぶつけてちょっとだけあざになりました。おでこがあんの光とかついてなかったの。うん、ついてなくて。マジか。だからおでこにあざがちょっとほんとわかんないけどほんのりついちゃって。新しいな。ここできたんですけど今でも触ると痛いですもん。マジか、新しいな。あざのあるアンドロイドって新しいね。お母ちゃんは不死身なのよとか言っといて痛いみたいな。しかももう舞台の帰り荷物が多すぎてなのになんかいろいろ忘れ物しちゃって取りに行ったりしてお財布忘れちゃったりしてすごく全然無敵じゃないじゃんおばあちゃんって客室の人に言われてすいませんでしたみたいな。そうおばあちゃんといっても無敵な役だったんで、うん、不死身で無敵でパワーのあるおばあちゃんの役だったんで全然もう裏側では弱々しいおばあちゃん。弱々しいというか弱々おばあちゃんではないやん裏側。一応27歳ですしね。一応って、うん、声だけおばあちゃんになって帰ってきましたみたいな。まあでもね無事最後までそう、ね、ラグビー迎えれてそう、うん、終わったんで本当に良かったです。ありがとうございました。ちなみに次行ってみましょうね。はい、友のマジパラ普通おたかかりワロップネームさだばさしさん、うん、友っちスタジオの皆さんこんばんは。こんばんは。今日8月25日は1958年のこの日、うん、日清食品が世界初の即席ラーメン、うん、チキンラーメンを発売したことから即席ラーメン記念日だそうです。友っちはカップ麺を食べたりしますか。焼きそばだったら UFO、一平ちゃん、ペヤング、うどん、そばならどん兵衛、その他スープ春雨、うん、スープ春雨、ベトナムの方などいろいろと、うん、カミカミ女王な最近はあの中あ最近はあの中本の北極ラーメンなど有名店とのコラボ食品も多いですよね、うん、ではまた。カップラーメン好きなんですよね。好きですか。カップラーメン食べるけど、うん、好き無性に食べたくなる時がある。ありますよね、うん、なぜか。私はカップラーメンにタバスコ入れる食べるのが好きです。なんでいやいやいや、じゃ顔きつきましたよね。いやいやいや、合うやつもあるかも。ちなみにカップラーメンの何味とかに例えばただなクリーム系のやつだったらなんか合いそうかなとかあるけどちなみに何にえカップラーメン合いそうなやつわかんない、何でも出ますよ。何でもいいの。でも、うん、好きなのはあれです、即席。やっぱり札幌一番なんですよ私の中で。ラーメンといえばわかる、塩ラーメンね。そう、大好きあれ。わかる、一番うまいね。味噌も好きだけど塩ラーメンに卵入れて、前すごいおしゃれにそれで料理してる人いましたけど、あれは本当に美味しいと思う。へー、そうなんだ。あ、そう、それにプラス中華スープの素入れるとめっちゃ美味しい。ね、めっちゃ濃厚なラーメン。それあと牛乳。牛乳？うん。札幌に一番の塩ラーメン。牛乳で作るってこと？いや、牛乳で作るんじゃなくて、まあお湯入れてね沸騰させるじゃないですか。入れるじゃないですか。うん、牛乳とあとなんて言ったっけ？あ、そう、中華。あ、なんだっけ、鶏ガラスープの素を入れると。美味しくなりますよ。え、でもそれ水分量がめっちゃ上がらん？え、だって蒸発していくじゃないですか。え、煮込む系？煮込む系マジで？マジか。え、でも試さん方が良さそうやけどね。え、ほんまに？やりましょう。やりましょうじゃない。引き戻しメンバーでやりましょう。いや、やらねえよ。で、タバスコかけんの？タバスコかけんの？それはかけんのかい？かけんのかい？かけなくてもいいんです。いいんかい？好みで。なるほど。うん。ラーメン食べたくなってきた。おばあちゃん役だったからね、すごいなんかもう太ってもいいかなと思って今回バクバク食べてたんです、うん、健康体で、う
そしたらなんか本当にカップラーメンも食べたくなるぐらい食欲が湧いてきました。食欲が湧いてきました。ねえ、頑張んないと。即席ラーメン記念日とか全然知らなかったな。ねえ、私も知らなかった。でも春雨とかも結構好きですよ私。あとあれ、あれあれなんだっけ、カップヌードル。カップヌードル、うん、一番メジャーなんか全然出てこなかったね今。びっくりしたわ。なんか難しいやつなんか考えてるのかと思ったらめっちゃ簡単なんで。そう、簡単なんだけどたまに名前出てきませんよね。あるけどね、あるある。あるあるだけど出てきた時の喜びというとね、もう半端ないですね、うん、半端ない。あと来てます。まいつも空回りです。舞台お疲れ様です、はい、喉大丈夫でしょうか。はちみつなどがいいそうです。優しい。ちなみに今さっきエアコンからムカデが出てきて一人で葛藤してました。わわ、やだわ。友達もエアコンから虫に気をつけ。やだよ、やだわ。どうやったんムカデがなんで出てくるんだよ。ムカデってどこに生息してんの。私まだ一度も見たことないもん。嘘つけ。ムカデを見たことない、うん、テレビとかで見たことあるけど生でムカデって多分見たことない。うそん。なんかしかもムカデで思い出したけど、ムカデ人間っていう映画すごい思い出した。全然知らねえその映画の方が、うん、なんか内容は言えないけどすごい話。全然知らねえ、ね、内容は言えないけど本当にすごい話なんですよ。そうなんだ。いや思い出した。奥野ゆうすけさんこんにちは。こんにちは。友っちのグダグダ感は毎回のことです。それも味なんですがね。ってありがとうございます。褒められてんのそれ、うん、褒められてる、うん、見てくれてる人はこのグダグダをなんか受け入れてくれてる。あ、なるほど。それも含めてねこの番組の持ち味だという。そう、まあ、お部屋に来た感じでまったりしてくださいみたいな。なるほどなるほど。あ、受ける。ともみさんこんばんは。こんばんは。ワンカップさん、今日のともさんの声セクシー、ありがとうございます。あのガラガラですね。ガラガラですね。ごめんなさいね、本当もう本当におばあちゃんみたいな声になっちゃった。OTR さん、まだおばあちゃんのそれが残ってる、この声が残ってるんですよ。ではでは一旦 CM です。さて、東京押上にあるワロッポ放送局より私大江智美が生放送でお届けしております。トモのマジックアワーでパラダイス。はい、ということでね、そろそろなんかもういろいろ話しましょうかね。そろそろいろいろまあ話しましょう。あ、そうだ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 、俺何しに来たんや。そう、何しに来たのってことになっちゃう。だって見てるんでしょ、まさひろさんと。そうだ、そうでした。すいませんね、ずっとなんか言わなくて。すいません。怒ってます。忘れるところでした。大丈夫ですかね皆さん。はい。何しに来たんでしたっけ、ね、うちら実は、はい、来月の7月じゃない、来月は9月。終わってるからもう。すいません、失礼しました。来月の9月7日から12日まで、はい、こちら、私が企画プロデュースを行ってます With You と団体のという団体が第4回公演有限会社引き戻しという、出た出た、あ、出た出た、これこれこれ、この公演に今回ともちゃんにも出演していただいて、はい、いただくことになっております。ありがとうございます。そう、それのね番宣に来たんだった。そうなんです。忘れた忘れてた。いや今回ねもう、うん、あっという間に早いんですけど舞台出ます。私、皆さん来てくださいね。もうそうね、ともちゃんもようやく昨日終わって、はい、今日ちょっと終わった後みんなにちょっと顔見せて、はい、明日ゆっくり休んで、はい、明後日から、はい、稽古です。敬語です、はい。私間に合うのかな。いや大丈夫や。大丈夫なんですか。大丈夫大丈夫。大丈夫はいつも間に合わないなんです。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。大丈夫。これどんな話でしたっけちなみに。これね、有限会社引き戻しっていうのは、軽くストーリー言いますと、はい、経営犯罪を犯し社会奉仕活動を命じられた有限会社引き戻しに来るマサト。ところがそこは引きこもりを社会に引き戻すという名目のもと、裕福な家から大金を踏んだくる詐欺まがいの会社だった。人の弱みにつけ込めるえなんだ何何大丈夫、うん、人の弱みにつけ入る会社の方針に従い、当初は汚い手で金を儲けていたマサトだが、引きこもりの少女エリとの出会いが彼の気持ちを動かす。自分は本当に彼女を救えるのだろうか。そしてマサトは彼女を引き戻す方法を模索し始める。マサトを取り巻く個性豊かな有限会社引き戻しのメンバーと会社に起こる事件、うん、引きこもりをテーマに描く一風変わったヒューマンコメディとなっております。めっちゃ楽しそうじゃないですか。ねえ、絶対面白いよこれ。悪徳会社の話ですね。悪徳会社の話じゃないから、はい、悪徳会社も出てくるけど、そっからまたねいろんな人間模様が発展して、なるほどね、うん、へぇ、最後まで引きこもりを、そう、大々ですね。これこの作品がもともとね、
この原案を書いてくださった畑さんっていう方が、はい、映画として昔撮られてたもので、それをまあその畑さんとはちょっと僕が腐れ縁で8年ぐらいのつながりなんやけど、それでまあたまたまその時の映画の話になって、舞台にしても面白いんじゃないですかって言ってたら、やりてえって言って、マジやりました。面白そうですよね。だって引きこもりの人を戻すんでしょ。引きこもりの人を戻すの、戻す、あのちゃんともあのそういう人戻さない、戻して、あの普通の引きこもりじゃない人に変えてくって会社なんですよね。変えてくって会社、それはね、 なんだけどちょっとね、そう言われるとね、ちょっと言い方が難しいの。難しいんだ。台本見てからの、いや、そういう会社なんだけど、はいはい、まあ元々はそのお金持ちの家でしか、はい、貧乏でお金なかったら引きこもりんやん、はい、だからそういうところに付け入ってお金儲けをしてる会社なんだけど、まあそのね、主人公が出会う、その少女との出会いで、いや本当にこれでいいのかっていうか、心の葛藤や何かが生まれ、はいはい、でそこからちょっと周りの人たちにもそういうのが伝染していってっていう話で、楽しそう、そう、これは温かい感じになっております。ちなみに私今回何役でしたっけ。まさかの、まさかの売れない地下アイドルをやってもらいます売れない地下アイドル売れない地下アイドルやってもらいます。面白い、はい、やってみたい。私大丈夫ですかこの声、アイドルっぽくないんですけど大丈夫大丈夫、まだ期間あるから直さないとやばいっすね、うん、ちなみに、うん、髪型とかどうします。え、お好きなようにどうしたい。え、なんかさ、ちょっとなんか変えようかな、私イメージ。あ、いいんじゃないねえ。奥野さんは何役なんですか。え、僕はそれ、これマサト役です。あー、そうなんだ。そう、引き戻す人、楽しみ。引き戻す人なんだ。引き戻す人、引き戻そう。引きこもりじゃないで。ちなみに私、うん、結構引きこもり、引きこもり、噛んでる、ごめんなさい、引きこもり大好きなんだ。引きこもり大好きってどういうこと、うん、私自身がなんか時間さえあれば家に引きこもるの大好きだからデブ症ってやつ、うん、あんまり外に出たくない、うん、出たくありません。マジか。太陽嫌いですもん。あ、常に日傘やもん、うん、だって昨日だって、そう、あの、そう、舞台の裏側で日傘を、今回使う日傘をちょっとあの、ちょっと急遽違うのに するみたいになっちゃったんですよ、一時期。だけど、やっぱり前のがいいってなって、こちらの日傘買ってもらったんですけど、制作さんに、これ結局あげるよって言われて。おお、よかったやん。新しい日傘ゲットしたんです。よかったね。うん、めっちゃ嬉しくてだって前の結構やばくなってたもんね。ねえ、かわいくないこれかわいいかわいい。そう、前の結構やばくなってたんです。もう前の舞台のマリコさんとかユウタさんにも言われましたけど、前回のゲスト。あ、そうなんだ。だけどやっと新しい日傘来たと思って今日から早速使ってます。おお、出たかい。あったね。あった、うん、あったね。なんかね、あの紫好きだから。そうやな、紫の日傘だと思って。絶対に自分で選んだなと思って。え、違う、これね、買ったあのゆうたさんとかが選んでくれた。あ、へえ。そう、嬉しい。これ使わなきゃと思って。使わない手はないね、うん、これ太陽も怖くない。そう、だから引きこもりが好きなんです。なるほど。だからっていう、いや、なるほどじゃねえ。だからじゃねえ。なんか俺持ってかれそう、流されそうになったけど、だからじゃねえ。いや、だって私の部屋だってカーテン、遮光カーテンですから。あ、そうなんや。だから休みの日はそのカーテンさえ閉めて、真っ暗な部屋でやっべ、寝れ、何、朝起きれんのじゃん。え、朝何時か分からんやろ、目覚めた時。うん、それが幸せ。もう今何時とか気にしない日が幸せなるほど、まあ、確かに確かに、そらそうだわ。まあ今日は、うん、あのワロップさんあるから、うん、まあ、あの昼、午後過ぎまで寝てるだろうと、うん、寝れると思って寝てたんです、ググ。でもなんか眠り浅いなって起きてたら、14時で、え、結構泣いたみたいな。結構寝てるね。でもそれが私にとっての幸せなんです。まあ確かにね、うん、それぐらい引きこもって。でもね、それと引きこもりは、でもやっぱあんまリンクしねえよ。リンクしないの。しねえよ。引きこもり、引きこもりじゃないでしょ、それは。本当に社会、引きこもりがワロップしねえわ。しねえよ。休みの日はだって引きこもってたやもん。まあね、そう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 、そういうのわかるけども、うん、そうそう、あ、まだ言っとかんと、やべえ、時間ない。はいはいはい、今回のね、作品、これ、はい、実は、はい、なんと、生演奏もします。おー、すごくない。チェロとサックスの生演奏、やばくない。新宿サンモールスタジオで、あの、生演奏、生演奏、生演奏、それあそこの狭いね、狭いって言うのはちょっと知ってない。あの大きさの中でどれだけのことができるかっていうのをちょっとね、楽しいじゃん、それ、うん、サックスチェロ、そして曲もすべて、元道さんという方に、はい、書き下ろしていただいて、完全オリジナルとなっております。私サックス大好きなんですけど、チェロも好きだし。あ、そうなんや。大好きな楽器の音をね、生で聴けるなんて幸せ。
まあそうやな、生音はほんといいよね。あと物販とかもあるみたい。そうそうそう、物販はね、実はこのチラシどっかで見たことある人いるかな、この文字。はい一時、あ、映った、あのね、一世を風靡した、あの19の、元19のみつるさんに書いていただいてまして。そう、With You ロゴとこの引き戻しロゴを書いていただいています。豪華すぎませんこの舞台。そして今回こちら、そちらの2つの方をこれクリアファイルにして当時物販しようと思いますね。これかわいいよね。裏とか特になんかおしゃれですよ。裏とか注目、ね、あ、そうそう、これね、後ろは普通っぽいけど、ここに一応ね、ロゴだけは入れ出してもらって。そう、ロゴあるんですよね。しかも With You ってクリアでなんか、あの、何、虹がかかってるみたいな。そう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 、かわいいなって思いましたもん、見た時に。そうそう、あとは言ってた、サックステロの、前もって撮ったオリジナル音源のサウンドトラック、はい、その中にはまあ誰か の, あの女優さんの歌も入ります。へ、はい、誰なんだろう、誰なんだろう、うん、誰なんだろうね誰なんだろう、やばいやばい、ね、知らない、あの、この声でちょっとなっちゃってるかもしれませんけどあと当日チェキの方も販売しようと思いますんで、皆様チェキまで、はい、あの、来ていろいろ楽しんでください。やばい、なんかもうお祭り気分ですね。お祭り気分も楽しんだけど、楽しんだらワクワクでいっぱいですよ、うん、舞台楽しみます。私もこれ終わったらしばらく多分出ないかもしれないので、これでめっちゃ盛り上がって、うん、そっからお休みしようと思います。お休みしようと宣言しとるからいやでも、あの、ちゃんと、あの、続きますよ、こういった活動大丈夫です。充電期間でちょっとお休みしようかな、うん、うん、お休みというかなっていうのは、いろいろ、あの、悪くしながら仕事も続きながらね、でも舞台また近々また発表できることもあると思うので、楽しみ、うん、何ヶ月か後にちょっと決まってるのがあるんで、ちょっと決まったらお知らせします。はい、ということで一旦 CM です。見に来てね、引き戻し。さあ、今週も大江智美がお送りしてまいりました、友のマジカワでパラダイス。寂しいですけどエンディングです。ありがとうございました。あっという間ですね。あっという間ですね、うん、あっという間だった。本当にね、めちゃくちゃ喋ってたね。こんな普通に喋ってるだけで終わっちゃったよね普通に喋ってるだけで終わっちゃったまあ要はね、うん、引き戻し見に来てほしいということ。そういうことですさて、ここで番組からのお知らせです、はい、この番組友のマジカワでパラダイスでは番組へのお便りを大募集しております。番組の感想や私への質問、やってほしいコーナーなど何でも構いません。宛先はメールアットマークワロップ .co.jp でよろしくお願いします。あとツイッターでのハッシュタグ、トモのマジパラでも、あの、やっておりますので、あの、ツイートとかそれで知っていただけたら、ここで喋ります。あとここで、はい、改めて宣伝させていただくのですが、 With You 第4回公演有限会社引き戻し、こちら2016年9月7日から12日まで、全何公演ですかね。10公演ですね。10公演すごいですね。こちら、あの、お届けいたしますので、皆さん出てください、出てくださいじゃない、見に来てくださいほら、はい、ね、みんな出たらね、すごいことになる、すごいことになっちゃう。パーティーだね。パーティーだわ、ただの。客席誰もいなくなる。そうですね。なんでブログとかでも、あの宣伝させていただきますので、皆さんぜひツイッターとかもチェックしてください。ムカデはおそらく外にある室外機から入ってきたのだと思います。ポルノグラフィティさんの春市さんも似た経験で、スイッチを入れたらゴキブリが落ちてきたそうです。まだうわー、つらい、やだ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 、帰ってエアコンつけるの怖くなってきたね。無理無理、私絶対、もうエアコンつけるためにもう怖いじゃん。なんか出てくるじゃん。やだな、本当にワンカップさん、トモさんが地下アイドル役者ってことは、昔やってたつかみの自己紹介もあるんですかね。いや、わかんない。あ、そんなんあるの。あるの、あるの、ない、いや、そんなんあるつかみの自己紹介。ないでしょ。いや、あるんだよ、ちょっと調べよう、これ。覚えてない、私。やってほしいな。OTR さん、あんの、あんの、マジで。やばい、今それで知ってしまった知った、やばい。いや、これはこれやってもらうの。あれ、OTR さん、おすすめのつかみのなんか自己紹介ありますかね、教えてください、よかったら。あの、リップとかでもいいんでつかみの私の自己紹介、自己紹介考えてください、一緒に。お願いします。見に行くよって OTR さんも言ってます。あ、よかった、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、ますます楽しみになりました、引き戻し、はい、見に来てね。それでは、来週もお届けします。せーの、パープル、パープル、引き戻し、見に来てね。バイバイ。
ー。